はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の刺しシ,シリーズ第55弾やっていきましょうで問題がね今回10問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますほんじゃあ画面下げますのでお待ちくださいいくよ,よ ちなみにですね今回あのいつもよりはかなり時間がかかりましたでしかも1本ミスってるっていうねで先に言っておくとあの今回10番作図ありますねこの問題です。でこれは、えー、と四種の中にしてはちょっと難しい問題を入れましたカットするか迷ったんですよそれぐらいの難易度なんですねだから人によっては一、まあ、回解説は聞いてほしいんですけど人によっては聞いても「無理だ捨てよう!」っていうんで捨て問題にしても構わないです。 でもなんで今回これを採用したかっていうと,、えー、と前もね話したように中学校で習う作図の技って主に3つしかないんですよ。3つなんですよ技が。でそれを使ってもちろん書いていくんですがこういう時はこれを書くことによってできるんだっていうちょっと特殊な技というか、まあ、有名な技なんだけどそれも出てくるのでせっかくならねそれも紹介したいし覚えてほしいなっていうことで採用してます。 ただ、まあ、人によっては捨て問題にするのは構わないので、まあ、ぜひ聞いて判断してみてくださいあじゃあ1番から参りましょうでこれもね効率入試の問題ですけどこの都道府県は難しい全体的にでまず1番、まあ、1番からちょっとね指数も入ってるからねでいつもは足し算と掛け算だったら計算の順序で掛け算が先だよを気をつけるんですけど指数この2乗ねマイナスカッコマイナス3の2乗っていう指数が入ったら 計算より指数が先です。指数が先。で、括弧の外にある2乗っていうのは、括弧丸ごと2個分です。つまり、括弧マイナス 3× 括弧マイナス3って意味。だから、マイナス×マイナスから、プラスになって9ですよね。つまり9になります、こいつは。で、後ろ、足し算の掛け算が残ってるんで、ここは掛け算を先にやりましょうと。 2かけるス5なんで −10 となって 9−10 だからス1で正解ですと、まあ、こんな感じでいきます。で2番はね、まあ、よく見るこの通分です。はいはいマイナスにしますよね引っ掛けようとしてるんですよねと思ってください。で下が2と5なので10に通分しますあこれかあれか1個の端にしちゃおうか。10にして こっち10にするために5をかけますよねだからここに5をかけます 4x もマイナス3もそうすると 20x マイナス15と今回ね書いていきましょう前回多分ねここ口説明にしたんでで後ろは、えっと、これを10にするために2をかけるんですけど2を配るのではなくてマイナス2を配りますこういうふうにマイナス2マイナス2ねだからマイナス2を配るとマイナス 12x マイナス2を配るからプラス14ですで上は x 同士 x がついてないもの同士は計算ができるので10分の2 0 1 2で8、x、マイナス1 5とプラス14でマイナス1となってこれで終了となりますまあ思春をねずっと見てる方はしつこいと思うかもしんないですけどここの10と8は約分できないからねここは。必ず3箇所 全部同時に2で約分とかするんだったらオッケーだからケーとかやんなきゃいけないんですけど同時約分って呼んでるんですねでもそれはできないのでこのままで正解となりますで次ですねまた指数が来るっていう <laughs> ねでこれも指数を先にやりますさっきと同じでカッコか 4xy 4xy けるカッコですだからマイナスのマイナスなんで4かける4で16。 x も二乗になるし y も二乗になります。x が二個、y が二個だからね。でそれにマイナス三 x をかけましょうってするので十六かけるマイナス三だからマイナス四十八 x 二乗と x をもう一個かけるから x は三乗で y は変わらないので二乗。つまりマイナス四十八 x 三乗 y の二乗とこれで正解になります。 で自分も解いてて、まあ、この辺まででも、あら、3番までになかなか詰め込みますねと思うわけですよ。で、4番ね、これ解いてて思った。まず、あ、これ、あの、全然みんな気にしなくていいんだけど、いろんな問題やってると思うんですよ。これね、効率入試の問題やってて、変わってんなって思うの。これ見たとき。何が変わってるかっていうと、右辺が両方マイナスなんですよね。マイナスならマイナス13って。実はあんまりないんですよ、このパターン。 どっちかがプラスでどっちかがマイナスは多いです。プラスプラスももちろん見ますけど、あ、マイナスマイナスなんだって。ちょっと違和感を感じるわけ。おやって。で、実際解いていくんですよ。で、これはまあ解きやすくて、y は揃いやすいんだよね。上に3をかければさ、ここ9になるから99で揃うでしょ。だから、えー、っと、下がね、スペースとしと怪しいけどちょっと攻めるか。上に3をかけると、 12x−9y 忘れずに右辺にも3をかけます二2 1ねで下は今回はそのまんまで使えるで y を消したいから足し算でいいねス9とプラス +9 で y 消せるから足し算をしますとそうすると1 7 x 三3 4かこっちがだから両辺17で割るとこれス2になりますつまり、x、は マイナス二とこうなりますよね。はいってオッケーオッケー。で、ええー、x が出たんでどっちか元のまあ、元の式のねどっちかの x を入れましょうとじゃあ上に入れてみましょうと。そうするとここが四掛けるマイナス二なんでマイナス八ですよね。ちょっと暗算でごめんね。マイナス八になって右辺に持っていくからプラス八になるでしょ。あ、マイナス七とプラス八くっつけるとプラス一かあれってマイナス三はイコール一になったって思うんですよね。 まあ解けるよ普通にいいんですよ。これ両辺マイナス3で割るのですよで実際これが正解です。何が変わってるかってあ分数なんだって思うわけです効率入試の問題の、まあ、連立はねよく出てきますけど答えが分数ってかなりレアなんですよ。致率は多い。かなり多いけど。 あ、珍しいなってだからちょっと不安になって、まあ、いつも言うけどね連立方程式っていうのは自分が出した答えが合ってるかどうかの確認ができるから、まあ、しました絶対するこれはでやり方は x と y をそれぞれの式に代入する一番最初の式ね自分が3かけた式とかじゃなくて最初の式に入れるでまあ下はちょっとあ上も行くか上確認すると入れるとマイナス8でしょでマイナス3かけるマイナス3分の1でプラス1になるからマイナス7になります 下の式も5かけるマイナス2で書くかマイナス10 9かけるマイナス3分の1約分するとマイナス3ってことは右辺と左辺が同じになるからあーあってんだって思った解いててうんまあ変わってるって言い方はちょっと適切かわからないけど珍しいとは思う効率でねだからまあみんながねもしかしたら今までやってきた中でまあ問題集とか普通にあるけどねこんなんあるけど だからまあまああもしみんながさ過去問からこれからやると思うんですよ。自分のね都道府県のやると思うんですね。でなかなか多分見ない。見ないけどじゃ本番ねいざ本番で分数が出てくることもありえるわけ。いいでその時も、えっと、戸惑わずにいい特に連立方程式なんでさっきも言ったら確認できるからさ答え合ってるかどうかそれもしっかりやって戸惑,わ戸惑わずにぜひねあのやってもらったらと思います。いいかな で、ルートですね。<laughs> これも、おうお、おと思いますよね。まず5、5ルート6は変えらんないんですけど、ここです。2ルート24です。で、ルート24が直せる。こいつが、えっ、ー、と、4×6 ですね。主624。4が2の2乗なので、こいつは2ルート6になります。2ルート6。で、こいつ、もともと外にある2と掛け算して4、4ルート6ですねで。実はね、これちょっとね、優しいんですよ。 俺だったらこれ3ルート24にしますね。3ルート24。なぜかっていうと、これあの、結構テストで間違いやすいんで覚えておいてください。これさっき言ったように、ルート24で2ルート4ですね。あ、そうそう、2ルート6ですよね。で、やり、やりやすいミスはもともと3がいるじゃないですか。これ何に変えるかっていうと5、5ルート6って言うんですよ。足しちゃうんですよね。3と2を。不意にね。 できまあこれはかけた人おかしくなってるけどまあかけ算ですよこれ2とルート24ってもともとこれ掛け算でつながってるから 3×2 ルート6なんで6ルート6が正解ですでも2ルート24にしてると足し算かもって勘違いしてもさ2足す2と 2×2 って答え一緒だからミスにならないんだよねだミスを、まあ、起こしにくいんで俺だったら俺だったらってなんか私の制約の悪さめっちゃなんか露呈してるけどそうそうそうまあっていうミスも起こりやすいんで気をつけてください で、戻ると、分母、下にね、ルートがいるので、有理化しに行きます。有理化のやり方は、下にいるルート、こいつね、ルート2を上と下に掛け算してやる。で、ルートは同じものをかけると、ルートが外れます。ルート2かけるルート2をすることで、ここが2になる。そうすると、外の世界と外の世界、約分できるんで、3になると、こいつが。で、上は、 ルルート三かけるート二ってルート六になるから結局ここマイナス三ルート六に,になります。約分したからね。でもともとここには五ルート六がいらっしゃるので、えー、ルート六は中で揃ってるから五四引く三すると六から。なので六、えー、ルート六となってこれで終了です。どういいかな で、次ですね。えっ、ー、と、二次方程式解きなさいということで、二次方程式っていうのは、まあ、解の公式使ってて、ね、普通に公式で解けるときもありますけど、ひとまず、右側、右辺、イコールの向こうが0じゃないと困るんだ何も使えなくなっちゃうから。だから、まずは、向こうをイコール0にするために整理をしようと思います。で、そのためには、まずここ展開しなきゃなんだよね、公式で。展開すると、x2 乗足したもの。 マイ,マイナス24って。でもし、あのー、受験本番でねあー展開なんだっけって思っちゃったら全部がけを使ったらいい全部がけ x と x かけて x とマイナス6かけて4と x かけて4とマイナス6をかけるって4回かければこれ出てくるからいいの途中がちゃんと公式を使えなくても答えを導くことにね意味がある得点取れるからさ。 もし忘れたら全部かけ使ってください。で、これ左辺に持ってきてまとめます。そうすると x、x2 乗マイナス 8x プラス15イコール0と。で、ここで、公式使う、あの、因数分解の公式使えないかな使えないなら解の公式いこうかなって思って。で、これ使えるんですよ。だから解の公式いかなくていいのね、これは。で、かけて、プラス15足して、えー、マイナス8の 数字のコンビを探しますそうするとマイナス5とマイナス3が見つかるマイナス5とマイナス3ってかけたらプラス +15 足したらマイナス8ねコンビ見つかったんで、x、と、x、これ因数分解の公式ねイコール0でこうなったんで x イコールまあねこのここの数字マイナス5とマイナス −3 ってつ数字の符号を変えたもの つまり5と3ねプラス5とプラス35と3が答えになりますよといいかな、まあ、こんな感じでやってください、まあ、このね括弧の中身が2 x 5とかなったらもちろんこれは使えなくなっちゃうんですよなっちゃうんですけどまあひとまず大体このパターンが多いので今回はこの説明しておきますちょっと長くなっちゃうんでね他の趣旨でもいっぱい話しちゃったからさここ,はここで端折るわ で、7番、えっ、ー、と、変化の割合が出てきましたとも、サービス問題ですね。y イコール ax 二乗って言われてます。こいつが x がマイナス5からマイナス3。これも珍しい。マイナスからマイナスかって思ったけど。の時の変化の割合が2って言ってます。で、何度も言うけど、これだけ情報が揃ってたら、これの変化の割合っていうのは、ここを足して a をかけます。足したらマイナス8、a をかけたらそのままマイナス8、a になりますよね。 これが変化の割合です。二次方程式嘘。二次関数ね二乗がついてるときは足してかけるんですでそれが今 2, 2になるよって言ってくれてるつまりあお前が2なのねっつってこれで終わりあとは両辺マイナス8で割りますでこれねパッと見て慣れてないとマイナス4っていきたくなるんだけどそれ違うからねマイナス8で割るからマイナス8分の2になるのでマイナス4分の1と。 これでで終了です。例えばさ反射的に「はい 6a=3 いくぜ!」って言われたら a=2 って言っちゃう感じね。えー、まあずるいずるいというかあれかだけどこのも文字にくっついてる数字が下にくるんよこうやって、まあ、割るからね。6分の3だから2分の1みたいなこれも一緒。マイナス8が下にくるからマイナス8分の2になるから2で約分してマイナス4分の1みたいな。 ほんとしつこいけどさ普段絶対そんなミスしねえよって思うんだよね思うんだけどやっぱ受験本番って普通じゃないからさ心理状態がそうなのでね是非気をつけてもらえたらと思いますで8番が、まあ、図を一応簡単に書いておきました、まあ、もっと問題に書いてあるのは、えー、円錐の体積円錐ね下が円底面が円になってて水位だから尖ってるやですよ円柱は柱ねで円錐で底面の半径が5です つまりここが5円の半径が5ねで高さここですが6だよってでこいつの円錐の体積に求めようでえっ、ー、と体積、まあ、円錐とかねほにゃらら水の体積っていうのは底面積いい底面積かける高さかける3分の1ですで底面積は今円だよね円の面積っていうのはあの小学校でやった半径かける半径かける π です半径5です 5かける5かける π だから 25π これが底面積ね。かける高さ6でほにゃららすい尖ってる時は最後に3分の1をかけます。だから3分の1をかける。まあこれここで約分すれば2になるから残ったのは 50π とまあ一応体積単位ともセンチメートル書いてあったかな書いてあったね。まあ体積つあ単位つけておきましょう。これが円柱。 いい水じゃなくて、尖ってなくて、普通柱の円,円柱だったら、このかける三分の一がありません。底面積かける高さで終わりです。つまり、百五十か百五十 π が答えになるんですけど、ほにゃらら。水の時は底面積かける、高さかける三分の一となるので、覚えておいてください。 で、9番です。で、ちなみに、今回、自分7分20秒かかってるんですけど、これ9番が苦戦しました。なかなか解けなくって。で、先に言っときます。自分が今から紹介するやり方、多分正式なのと違います。自分ね、これ今、解いてる状態って、問題と回答はゲットできるんですけど、途中式ゲットできないんですよ。その状態で動画撮ってて、だから、正式なものは、多分違う。 だからもしねあのもっとねいやいやそんなことせんでもってなった場合コメント欄で教えてくださいごめん結構ね考えたんだけど思いつかなくってなんか綺麗なやり方がなんか一応俺がやったやり方を紹介させてくださいで今状態としてはここに40度がありますとで角の二等分線シャン角の二等分線シャンってなっててここの角度ここね角度を求めたいっていう問題で自分がやったやり方はですねまずこの白のとこちょっと X って置いてみたんですよ X ってねでえー、っとちょっとこのな書き込むと分かりにくいんで三角形のさ角度の特徴って2つのここね角度足すとここになるじゃないですか残りの外角になるってやつです。でそれ使うと今40とここセットね 2x を足すと外角ってここだよねここ。だから40足す 2x がここになるんですよ。まあ、2x 足す40って書いとこうか。 でこれちょっと2で分けるとあ2くくると、まあ、こうなる、まあ、つまり x たす20が2個ある状態なのね。ってなったからで今これ角度二等分線やってるんで1個の黒丸全部がさ 2x たす40だから1個の黒丸は x たす20ですよね。x 20と x たす20をまあ角度二等分線でスパンってやってる感じだから。で よく自分が言うんですけどリボン型とか蝶々型が出てきた時って角度使いやすい技があって今で言うここですこれ自分が言うリボン型とか蝶々型って呼ぶやつこれがね平行になってればそのさ錯覚とか使ってって技もあるんだけどあまあ平行になってないとでもなってなくてもいい技があってここのねじゃあちょっと書き出すかえー、っと黒濃い黒。 適当に今リボンを描きました描いたときにここの角度とここの角度を足したものっていうのはここの角度とここの角度を足したものと一致しますなぜかっていうとここは体調角で同じなのでこう同じだからねってことは残った2つを足しても同じでしょって三角形180度同士だからっていう技,技っていうかがあるんですけどそれ使うと今 X と 40を足したものが x すととここと一緒になるんですよねでもちろん式を立ててやってもいいんですけど考え方としてこれ x と x ってこっちの方が20多いんですよ。ってことは同じにするためにはこっち20引かないと同じにならなくないですかまあ y って置いてね y って置いて x+40=x+20+y すすってすると x 消えるからそれでも全然求められるんだけど。 下が20増えてんだから上20減ないと一致しないじゃんって考えて40-20で答えが20度っていう風にやりましたえーもっと綺麗なやり方9歩です <laughs> 募集してますまあまあこの蝶々がチャはねしゃーちゃー蝶あガタは覚えておいてほしいこれに関してはねいいかなでラスト10番ですね問題の10番でございます これは、えっと、結局ひし形をかけと言ってますで各 APB が、えっと、1 2 0度になるから、まあ、この辺に P が来てこうね、まあ、下に Q も来るんだけどこういうひし形でここが1 2 0度でここでさひし形のちょっと特徴を復習しておきたくてひし形ってあんま出てこないんだよねそう出てこないからなんだっけって思う方多いと思うよあのダイヤモンドみたいな形ねこういう形 で、ひし形の特徴としては、まず、対角。ここが一緒です。角度が。で、この対角も一緒。120度。ここ今120度設定にしなきゃいけないんだけど、ここ120度だったら、ここも120度です。いいで、隣同士。ここを角度足すと、180になります。だから、ここ、120なら、ここは60度になるはず。とかわかるそういうの。で、もう一個すごい大事な特徴としては、対角線。これね。対角線を引くと、それが90度で交わります。直角になるっていう。 であとはもう一個出すとね、まあ、まだ特徴いっぱいあるけどあるといっぱいっていうかまだあるけどあとはここが同じ長さですちょうど中点で交わると対角線がねでこれを知ってるかどうかまず大事スタートとしてはってことは今見た分かるようにここの線今さこの線はあるんよ AB 書いてあるからここねはあるからじゃあちょっとこれ欲しいよねここが。 で中点でしかも垂線垂直な線だからはい垂直二等分線ですよねを書いていこうということで書きます。でこれ垂直二等分線普通にいつも通りねちょっと広めにさ広げて A にさしてシュッあこっちか B にさしてシュッってやってあの交わった二点をこう結べばできるんですけどちょっと今ね諸事情でいい諸事情でこの AB で取りますこのコンパスを。 あこれ別に後でと後でやんなきゃいけない作業だからちょっと合わせちゃってるんだけど理由は後ほど言いますだから AB にコンパスを広げた状態でまず A に刺してまあこういう感じこれちょっとこれフリーだからごめんだけどこうなってで B にも変えずにね刺してああここから結構ったねなってっかな分かんないけどまあこんな感じよであこれ絶対ずれてる もうちょっとこっちっったな <laughs> こっちの線を合わせにいくっていうねごめんよまあこんな感じにすることで今ここの垂線かけました対角線の真ん中この線がかけたわけよでここで大事なのがさっきの1 2 0度ですね消す前あ消す前にやりゃよかったこれ下入ってんかな入ってんね さっきここ120度ってやりましたよね。ってことはまあそれをさ真ん中でスパンってここ対角線切ってるんで当然半分になるからここ60度になるんですよ。60度になります。で60度でここ90度でしょってことはここ何度って言われたら30度だよね。609030。ってことはこっから30度の線が分かればここの P 発見できるんですよ。だから30度が書きたい。いい。30度が欲しいなって。 でもみんなの技に30度ってないでしょでここで覚えてほしいのが今回30度なんですけど30度と60度を欲しい書きたいなと思ったときにえっとこれを書けっていうのがあってそれが正三角形ですこれは覚えておいてください30度と60度が欲しかったら正三角形を書くといいかな でここで聞いてくるのが、えー、さっきのこのスパンってやつで今ねここの点あるじゃないですかここの点これってあ黒にしとこうかこの AB の幅をとってシューってやったから当然この長さとこの長さ同じですだって同じ長さでコンパス上とったから当然こっちも同じね。はいっていことはそいつ正三角形ですよね。 ってことは、正三角形の何が便利かっていうと、60度が固定されるんですよ。正三角形書けば。だから今、ここ60度なの。ここ。60度。いいだから60がもし欲しいなってなったら、正三角形を書けば60度ゲットできるからね。でも今回欲しいのは30です。どうするあいつ半分にすればいいよね。いい半分にする技はみんな持ってます。角の二等分線っていうの。なので、あとは、ここに、ま、刺して、まあ、適当に、ここは適当に開いて、シュッて。 印をつけますでこことここから、まあ、ちょっとまた広めにとってね上にさしてシュ上にさして、えー、とシュここにさして同じくシュってやるとこうやって角の二等分線を書くことができますはいこうすることによってここに30度を作ることができましたでここがもう P 決定ですここ P ってことはもう PB 結んじゃっていいよねこうやってじゃあ下どうする 下に関しては、まあ、さっきのと図を思い出して消しちゃったから。いいここの長さと下の長さは一緒だよね。だから、ここにコンパスを挿して、P までの距離を取ります。それを下向きにして、シュッてやれば、ここにシュッてやれば、この長さとこの長さは一緒なんで、あとは、そこを引いて、これが Q か。で書けば、欲しかった、各 APB が120度の、 ひし形を作ることとができますと、まあ、これを聞いてねいろいろ感じた方いると思いますなるほどそっか俺もできそうだとでき思った方もいればいや私には無理だと思った方もいると思います何度も言うけどこれは、えー、と目指してるところとかみんなが取りたい実際取りたい数学の得点によっては捨て問題でもいいですいい許すいいんだけど ただこの正三角形を書くことによって60度そしてその60度を角の二等分線を書くことによって30度をゲットできるんだっていうこれはね覚えておいてくださいいいかなだからこれが解けなきゃいけないってわけじゃなくてこっちは覚えてほしいみんなにねっていうので今回紹介させてもらいましたはいということでね今回はこの10問やらせていただきましたまあ何度も言いますが必要なとこだけピックアップして必要な回数、まあ、回数っていうか しっかりね、復習して、みんなが自力で解けるようになってください。で、入試本番、まあこれからまだ模試がね、先だと思うけれど、模試とか入試本番で、えっ、ー、と、あ、似た問題あれやったなって、あ、解けるようになったなって、で、力をつけて、自信をつけて、あの、本番に臨んでもらえたらなと思います。では、また次回ね、死五56で取っていきますので、よかったらそちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。